大東諸島、大東諸島は、沖縄諸島の東部にある、島諸群。北大東島、南大東島及び無人島の沖の大東島と、その付近の西南西小島、南西小島からなる。行政区分は、北大東島及び沖の大東島が、沖縄県島尻郡北大東村、南大東島が、同郡南大東村である。明治時代に、 八丈島からの開拓団が入植するまでは、全島が無人島であった。歴史については、蒸気格闘の記事を参照。沖縄本島の東、約340キロメートルの太平洋上に存在する。およそ100万年前から20万年前、珊瑚礁の数回にわたる隆起によって形成された海洋島である。 島を形成する産後礁の厚みは数百メートルから数千メートルに達する。島の面積は南大東島が約30.6キロメートル、北大東島が約12.71キロメートル、沖の大東島が1.147キロメートル。人口は南大東島が約1400人、北大東島が約700人、沖の大東島は2013年10月現在、無人である。 各々の島には、洞窟、昇乳洞が多く、地質学的に大陸や日本列島と一度も繋がった、ことがいい。2007年、大東流機関省が、日本の地質百選に選定された。古くは、ウフ上がりの島と呼ばれ、遥か東にある無人島として、古くから知られていた。ウフ上がりとは、琉球語で、東の果てを意味し、大東の漢字表記は、ウフ上がりに該当する。 味の漢字を当てたものである。これをおに読おみにして、大東。ニューギニア近海にあった島が、徐々に移動し、現在の位置まで移動してきたと考えられている。2013年10月現在でも年間に約7センチメートル北東に移動していることが確認されている。緯度、経度が計測されて、国際的な海図に掲載されるのは、1820年に、ロシアの小船、 ボロジノが付近を通過して、諸島をボロジノ諸島と名付けたことがきっかけとなった。これにちなんで、島内にはボロジノの名を冠した事物が存在するボロジノ娘など。1885年には北大東島と南大東島、1900年には沖の大東島につき、それぞれ日本が領有を諸外国に宣言し、沖縄県に編入される。大東は、 最も近い沖縄諸島からでも3 0 0キロメートル以上離れており、沖縄県の中でも孤立した島諸群であり、海洋島であることから、多くの固有の生物が生育、生息している。また、ハブは生息していない。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島長獣保護区、気象長獣生息地に指定されている、面積4251ヘクタール。 うち特別保護地区は234ヘクタール。これは、両党が、大東王コウモリや、大東のスリなどの固有種、固有亜種の生息地となっており、コアホウドリや、セイタカシギなどの繁殖地となっていることが理由である。少数のザトウクジラも、大東諸島を、越冬地として利用している。沖の大東島は、長年の臨港採掘とその後の米軍による、砂漠撃訓練により、 沿岸部を除き、多くの生物が喪失されたとみられている。大東諸島には2013年10月現在、南大東島、北大東島それぞれに、県立病院付属診療所と、村立の歯科診療所がある。北大東歯科診療所は、琉球大学高校外科、南大東歯科診療所は、医療法人、恵みばかい山口県修南市による、委託運営となっている。 診療所の手に負えない患者が出た場合は、沖縄本島に休館輸送を行う。運よく、琉球エアーコミューターのフライトスケジュールに間に合うときは、琉球エアーコミューター機に一席確保してある、紫を利用して移動する。夜間などこれ以外の場合は、沖縄県知事を通じて、陸上自衛隊第15旅団第15飛行隊、那覇飛行場駐屯に災害派遣要請を行い、 LR-2 連絡偵察機か UH-60JA ヘリコプターによって緊急搬送される。幼稚園小中学校幼稚園、保育園小中学校。大東諸島と東外との市街通話は長らく沖縄本島とケーブルでつながっていなかったため北大東島、南大東島それぞれにある NTT 無線、中継所からスカパー JSAT が運用する。 通信衛星 JCSAT を経由で、当該の電話網と接続された。かけ方は普通の電話と変わらないが、衛星を利用する分、多少のタイムラグが発生した。2011年に、地上デジタル放送の放送開始に伴い、沖縄本島を南大東島間に、海底ケーブルが付設されたため、以降は海、底光ケーブル経由との接続となった。市外局番は 市内局番は南大東が2、北大東が3である。市外通話料金は沖縄県内なら隣接扱いとなる。携帯電話は NTT ドコモに加えて2007年から au、沖縄セルラー電話も使用可能に行った。ソフトバンクは2014年7月現在、北大東島、南大東とともに 3G プラチナバンド基地局の設置工事を終えたために、 使用可能となった。2011年にようやく沖縄本島を南大東島間に海底ケーブルが付設された。インターネットは NTT の ISDN を用いてのダイヤルアップ接続 64kbps や NTT ドコモ、au、ソフトバンクのパケット通信での接続が可能。テザリング機能を利用することにより、 大東諸島でもブロードバンド接続が利用できるようになった。日本国内向けの衛星放送、BSCS 放送は問題なく主張できるので、ここでは地上系による放送に限って記述する。地上系のテレビ放送は長らく地元局の中継局がない状態だったが、1975年に、 NHK 沖縄放送局が本土のテレビ番組を再編集して南大東東役場を通して2時間程度のテープネットで自作編成を追ったほか1976年から1987年にケーブルテレビの南大東優先テレビ共同センターも加えてテープネットの配信が実施されていたがそれも廃止された。しかし在中区局 沖縄県域局の中継局の設置、並びにケーブルテレビの再放送、同一県内であるため、区域外再放送ではないは、各放送局の本部、親局、那覇市のある沖縄本島から距離離れており、技術上の問題のため実施されなかった。これを補完するため、まず1984年より、NHK が BS アナログ放送、 NHKBS1 及び NHKBS2 の放送を受信し、地上波 VHF に変換して放送していた。1998年から地上波のアナログ放送も開始された。その時は、東京都江東区大見のテレコムセンターから、小笠原諸島、東京都向けに送信している、在京各社の中継波、南市町対策用衛星中継回線を信じて、 中継する方法が取られていた。民放については、沖縄県域局の中継局の代替措置として、県内に系列局がある TBS テレビ、フジテレビテレビ朝日の3波のみが中継され、日本テレビテレビ東京の番組は見ることができなかった。またこれらはいずれも通信衛星を用いるため、大雨などの災入的による電波減衰で受信障害が発生していた。 大東諸島に気象警報などが発表された際はアナログ放送では NHK にテロップを差し込んで気象情報を流すという形で島民向けの便宜を図っていた。また県内のニュースは電話回線を使い文字情報として提供されていた。2011年7月22日に在那局の北大東中継局、南大東中継局がデジタル新局として 同時開局した。沖縄本島から大東諸島への地上デジタル放送の伝送路は、先島諸島と同様に海底光ファイバーケーブルが使用されている沖縄本島側の陸揚げ局は、宮古島中継局への伝送と同じく、糸満しっこメスに設置されている。また、デジタル中継局は、沖縄県域局が放送するため、沖縄県域のローカル放送に加え、 沖縄県に系列局のない日本テレビ系列、テレビ、東京系列の番組でも沖縄県域局で放送される場合は視聴できるようになる。2007年4月1日、沖縄県の AM 局、中波3社の中継局が開局した。ただ AM は海外局との懇親により受信状態が良好とは言えず、送信設備が大掛かりになるため、 大東諸島では FM で送信している沖縄本島以外の県内中継局も同様。いずれも本来は、A、AM 局だが夜間における外国派との渾身を避けるため FM に変換して放送している。2013年10月現在沖縄本島からラジオ南大東中継局への伝送には通信衛星が用いられている通信衛星は大雨に弱いため 台風接近時などの際に正常に機能するのか懸念される。本来の FM ラジオ局である NHKFM と FM 沖縄は中継局を設置していないため、イースポが発生しない限り受信不可能。2011年の地上デジタル放送の開始に合わせ、沖縄本島と南大東島の間に放送、通信の伝送に用いられる海底光ケーブルが付設されたため、 技術的には設置が可能ではあるが、開局時期は未定である。なお、NHKFM は2012年度に2カ所の中継局を設置したが、開局したのは小笠原諸島の父島、母島の両中継局であり、南大東中継局では同年度の開局に含まれておらず、全国で唯一 NHKFM が直接受信できない地域として残ることになる。 このため、ラジオ深夜便が NHK ラジオ第1の放送機器のメンテナンスで、休止、深夜1時5時になる場合、この地域では、本土のラジオ第1あるいは NHK ワールド、ラジオ日本、日曜、月曜日通時の1時2時を除く、全時間帯に同時放送が受信できない限り聴取不能。また、オリンピックなどのスポーツ中継や、年度末に放送される。 NHK 予算審議の録音中継は、短波もしくは、海外衛星放送受信装置によるデジタルラジオで、NHK ワールドラジオ日本、日曜、月曜未明の1時2時を除く、全時間帯を受信しない限り聴取不能である。ただ、NHKFM に関しては2011年9月1日から、ラジオ第一、第二と共にインターネットを通じた、同時配信。 NHK ネットラジオラジルラジルを開始したことにより、大東諸島でもパソコンなどを用意することで聴取が可能となった。しかし内容は、東京発となる上、権利処理が困難で配信されない一部番組も含まれるため、沖縄ミュージックジャーニーなど地元の番組や、権利処理が困難で配信されない一部番組は中継局が整備されない限り聞くことができない。 ただし一部ストリーミングサービスの利用により取りできる番組ワールド。NHK ラジオ第2放送は全国同一内容の番組編成で日中は沖縄本島、那覇本局十1 2 5 k h z から夜間は本土の大電力局特に東京、大阪、熊本からそれぞれ受信可能であるため設置されていない。こちらも二千十二年度に小笠原諸島の父島 母島領地区に、ラジオ第2放送の中継局を設置したが、南大東中継局は、今回の開局に含まれていない。インターネットラジオについては、ラジコ、県内向け無料版、及び、有料会員制、ラジコプレミアムエリアフリートモニター RBCI、ラジオ、ロックを配信しているほか、前日通り中継局を設置していない、FM 沖縄を配信している。なお、 FM 沖縄はスマートフォンアプリのどこでも FM、リスモウェーブを使った有料会員制のサービスにおいても配信されており、そちらでも聴取可能である。北大東空港、南大東空港がそれぞれあり、琉球エアーコミューターにより、那覇空港との間を結んでいる。両空港ともコミューター機による運航になる。 350km にも及ぶ飛行距離はコミューター路線としては日本最長である。所要時間は約1時間。逆に北大東島と南大東島間の飛行は 20km であり、所要時間10分。こちらは世界でも最短クラスの航空路線である。1997年に両空港の滑走路が 1500m に延長され、 絶海の孤島に800メートルか走路しかなかったことによる航空輸送体制の不安が大きく解消した。船舶は那覇泊府島から大東海運の可客船大東が週に1便程度の運航を行っている。北大東島、南大東島とも断崖絶壁で囲まれた島であり、普通の港湾が存在しない。島内にいくつか、 港と呼ばれる場所が存在するが、不当があるわけではなく、港に設置されているクレーンによって、漁船を崖の上から海面まで吊り下げるという珍しい形の港である。大東海運も港と呼ばれる場所の近くに病白し、人や荷物は檻に入れられて、クレーンで島から船に移される。南大東島においては、2000年11月になって、道東北部の沿岸を掘削して、 人口の入り江を構築した南大東漁港が建設されており、漁船の経由は可能となっている。また、同様の施設が北大東島にも建設される予定である。周辺海域は荒れやすく、台風の通り道にもなっているため、欠航が非常に多い。台風シーズンになると、毎年のように数週間以上船が動かせなくなることもある。 そのため島民は生活の術として大型冷蔵庫を複数台所有するなど、どこよりも備蓄の習慣が身についていると言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。